今回紹介するのは会計の地図という本です会計ってなんでこんなにわかりにくいのか多分2つのポイントがあります1単語のわかりにくさ2関係のわかりにくさ税引前登記純利益とか固定長期適合率とかもう 呪文みたいいに聞こえないですか。もし一つ一つの単語の意味を知っていても「貸借対象表」と「損益計算書」はどうつながっているかと聞かれたら「ってなりませんか」「会計の地図はそのための解決策です」「単語も単語同士の関係もたった一つの図で伝えます」「価値をつかむのに会計の基礎知識は必須です」「会社が想像する」 価値その価値がどのように想像されているのかをつかむのにも想像された価値を評価するためにも会計の基礎知識は必須です。でも近藤さんが本の終盤で言われるように「簿記を勉強しろ」「用語を覚えろ」ではありません。世界共通の言語と表現された「会計の仕組み」「考え方」「どこがどうつながって成り立っているのか」 それを体得することが何より大事だと思います。一人でも多くの人が会計の知識を持つようになれば価値をよりさまざまな見方で評価できる人たちが現れると思います。以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください。今回は最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。